黄色いセーターの人がパンチパーマのコスプレをしている。パンチパーマとは小さなカールをかけたパーマで髪型の一つ。パンチと略されることが多い。女性向けの緩やかなウェーブと対照的に男性向けの硬いカールがかかった単発のパーマである。アフロヘアーとは縮毛、整形という点において類似するが長さが異なる。汗をかいても髪型が崩れにくく先発が便利なため、 かつては、プロ野球やボクシング、ゴルフなどのスポーツ選手にも人気があったが、独特のイメージが定着した現在では、見かけることが少なくなっている。1970年代に、北九州市在住の利用士、長沼茂美が、黒人の髪型をヒントにして考案した。約摂氏160度のヘアアイロンを髪に当て、手首を回して、パーマをかける。髪の多い人で巻く回数は、 約六百回。長沼本人は、これ以上はないという気持ちから、チャンピオンプレスと名付けた。パンチパーマの名称の由来は、当時、大流行した雑誌、平凡パンチにあやかって、関西の利用器具商社によって、パンチパーマと名付けられた。利用室1970年代当時、若者のアイドルとして台頭した、グループサウンズや吉田拓郎などのフォーク勢の多くは、蒸発で、 それに憧れた若者も多く真似て髪を伸ばした。長髪の流行により理髪店は売り上げが低迷。それに危機感を覚えた全国利用生活環境衛生同業組合連合会は緊急プロジェクトチームを結成し、ファッション性の高いショートヘアスタイルの開発に乗り出した。全理連が開発したパンチパーマは目論ろみ通り若者の間で流行した。 普及に貢献したのは1976年に失恋レストランでデビューした歌手の清水健太郎である。パンチパーマでシャイで硬派なイメージで売り出された清水健太郎はアイドルとなり、それに憧れた若者の多くも真似てパンチパーマとなった。形が崩れにくいことから仕事でヘルメットや帽子をかぶる人々にも好まれた。 しかし1980年代になるとバブル期を中心に見た目に威圧感がある。喧嘩の際に髪の毛がつかまれにくいなどの理由でパンチパーマを暴力団関係者の多くが好んだ。このためパンチパーマはヤクザのイメージとして定着し、いかつい、怖いという印象が浸透した。テレビや映画で登場する悪役の多くがパンチパーマであることも印象の悪さに拍車をかけた。 単に髪型がパンチパーマというだけの善良な一般市民のキャラクターでも外見が怖いが根、ね、はいい人といった書かれ方をすることが多く印象の悪化に拍車がかかった。プロレスラーのラッシャー・木村が外見を理由にタクシーに乗車拒否されるなど印象によって被害を受けたケースもある。福岡県北九州市小倉北区高野町にある 西武毎日会館隣の2階建て店舗の2階にある利用室がパンチパーマ発祥の店。店の看板には元祖と書かれてある。ありがとうございます。